岡県鈴浜市、山口県甲府北基地で行われている初級操縦課程を卒業した学生パイロットにウィングマークを取得させるための教育をしております。皆様、会場正面をご覧ください。先ほど離陸した3番機が進入してまいりました。時速約80キロです。